皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、高橋貴子的オタクなパン作りよもやま話ということについてお伝えしたいと思います。今日はどちらかというとコラムというか、まあ、番外編的な感じのお話になるんですけれども、そうですね。著書とか、まあ、私もこちらの方のブログとかでも何度か触れてますけれども、私は現在はコンサルタントをやってますけれども、その前にパン教室を立ち上げて運営した状態でコンサルをやっている。なので、まあ、教室集客全般のところを見ていってるわけなんですけれども、そのパン教室を作るまで、ないしはその会社員時代からまあパン教室に移る時にですね、まあ、どれぐらい自分がオタクでですねマニアだったかっていう話を、まあ、今日はちょっと番外編的にしようかなと思ってまして、だってパン作りがバリバリにできる経営コンサルタントってすごくないですかある意味ですね、面白い、はい、かなと思いまして、で皆さんも私がコンサルになった後に私に会ってる方っていうのは、パン教室だった時代の私っていうのが想像がつかないっていう方が多いので、まあどういう感じでパンを作っていて、どういう考えでそれをやっていたかっていうのをお伝えすることによって、例えば今、なんとなく教室やっちゃってるみたいなタイプの人とか、これからどうしていこう、自分でどうしていったらいいんだろうっていうこの方向性、を定めたい方にはちょっと参考になるかなっていうお話ですね。パンのお話はするんですけど、どちらかっていうと情熱の話かな今余談ですけど、サックスで情熱大陸を練習してるんですけど、情熱っていうキーワードはいいですね。私泥臭いドラマと熱いドラマは大好きです。なので、情熱大陸の音楽もめちゃめちゃ好きなんですけれども、ドラマティックなことが結構好きなので、まあ、テーマはおそらく情熱っていうことになるんじゃないかと思いますが、少々お付き合いいただければというふうに思ってます。そもそもですね、パンなんですけど、なんでパン教室だったのかっていう話なんですけどね、それは私の最後の会社員の、職業経歴が、パンを作るパンコネキを売る会社の営業だったからっていうのが、まあ、パン教室をやるきっかけにはなってるんですね。でだからといってパン教室っていうこともないじゃないですか、本来は。でもともとですね、私はその何て言うんですかね、新しい業界とかにチャレンジするのにはそんなに躊躇がないタイプなんですよ。やりたい、例えばインテリアの時もですね、住宅を昔からやってみたかった願望があったんですよ。旅行はもちろんあったんですけどね、住宅やっぱ建築なんで知識的に結構ちゃんと学んでからじゃないと難しいなと思っていたのと、あと、まあ、家自身が貧しくてですね、いろんなインテリアに凝るとか飾るとかそういうレベルの問題じゃなくて、とにかく家が狭くてですね、家族4人でちっちゃい家に暮らしてると本当に収納とかですね、まあ、いろんな意味でもっとこうしたいなしたいなが全て叶わなかった子供の時の時代だったんですね。友人の家に行った時とかに、一戸建てとかの家とかですとね、子供部屋なるものが与えられているわけですよ。2階かなんかの方にですね、しかも6畳ぐらいあったかな。で6畳でね、それこそ昭和の話になりますけど、ちゃぶ台的なこう座ってやるようなこたつ兼食事場、ダイニングテーブルなんか置けないですからね。6畳2間だったかな。であと2畳ぐらいなんかくっついてる借家とかに住んでましたのでね、まあ広い家っていうのにもすごい憧れてたし、子供部屋っていうのをもらえるんだみたいな部屋なかったですからね。なんか隅の一角の方で勉強してたりとかしてましたんでね、それもあるのかな、集中力が身についたのは。要は勉強する時とかってこもりたいじゃないですか。で今なんかも私も、まあ、家は全然今広いんですけれども、
その集中するときにスタバとか行くんですよね。音が全然ないよりは、なんかちょっと雑音があったぐらいの感じの方が集中できたりするんですよね。雑音っていうか音楽とかあったりとか。で、家でやってた時には自分で一人で集中しないといけなかったんで、そういう意味での集中力はついたのかっていうのはあるんですけど、まあ余談なんですけどね。はい。で、その家自身もこういう家に住みたいなとか、まあいろいろそういう思いを巡らすこととかありましたので、なのでそれをお手伝い、夢を現実の形にするお手伝いの、まあ、インテリアコーディネーターっていう仕事もやっているんですね。私の場合には職業選択が先で、その職業になりたい、ツアーコンダクターになりたい、インテリアコーディネーターになりたいとか、その職業ありきで必要なスキルを資格取得したりとかする。で、資格ありきで職業を決めるんじゃなくて、職業ありきで資格を決めていってるので、まあ就職活動的なものと同時並行の場合もありますしね、いろいろあるんですけど、新しいことを学ぶのは本当にストレスがないタイプだし、新しい環境に飛び込んで、まあ、そこで人間関係作るとか、そういうのもあまりこうストレスがないタイプだったんで、まあ、それもあっていろいろなところに行けてたんですけれどもね。で、まあ、パンですよ。パンの時には、なんでパンコネキの会社に行ったかっていうとですね、その前の会社の部分で、だんだんこう会社内の地位が上がっていきますね。そうすると、こうだんだんこう会社の運営経営の方の側になっていくんですけれども、そうするとですね、意見が自由に言いにくくなってくるんですよね。1階の、事業部長が言う意見と、やっぱ役員レベルが言う意見とかだと、やっぱより会社に寄ってないといけないので、その発言をしなくてはいけないっていうのが自分の中で窮屈だったんですよね。やっぱり自分が思う形の義を通すというかですね、こう長いものに巻かれろ的な生活をするのがダメだったんですよ、私。だからもともとサラリーマン気質ではないんですけれども、まあその段において、まあ新しいことを始めたいというか、またなんか立ち上げが好きなのでですね、そういうものがしたいかな。あと営業職が好きだったんで、営業ももうちょっと現場また入ってバリバリやりたいかなって思った時に登録してたのがリクルートエージェント、今あるんでしょうかね。で、そちらの方から紹介オファーがあったのが、今度新しく立ち上がる営業部の事業部長の職がありますと。で、そちらの方をこちらから推薦しようと思うんですけど、いかがですかって言われて、新しい事業部だったらいいなと思ってて、何の職種だっていう 見たら、今度新しく立ち上げるパンをこねる機械を製造販売する会社の営業部っていう、なんだそれ、パンをこねる機械でホームベーカリーじゃないのかみたいな そこからなんですけどね。私が会社に就職した理由っていうのは、新規事業部だったっていうことと、今まで世の中にないものを作ってそれを世の中に広めたいっていう、まあ、社長の思いとか、まあ、そういうね、新しいことをやってて、ベンチャー企業みたいな形になるんですけど、そういうチャレンジすることがいいなと思ったのと、まあ、営業職になりますので、まあ、営業戦略も含めてですね、いろいろ考えて手探りになるんですけど、やっていけるのかなって思った、この辺りの3つがポイントだったんですね。で、面接の時にですね、社長に私言ったんですよ。まあ、なぜね、この会社をっていうことで、まあ、要は何もないものを作っていくっていうのが好きだったし、そのことに対する躊躇もない、チャレンジしていく気持ちが強いからっていうことと、あと世の中にないものを作り出して、それが人のために役に立つであろう、まあ、パンこねきですね、単なるホームベーカリーじゃなくて、そのニーダーっていうものを作って、で、当時あったんですよ、大正電機さんのレディースニーダーっていうのは出てたんですけど、そのこね方とは全く違うこね方になるので、違う領域にはなるんですね。だから全く新しい機械なんです。で、そちらを広めていくっていう、そのミッションに惹かれたっていうことなんですね。で、同時に私最初に自分の方から言いました。私は一度もパンを作ったことはありませんと。ただし、こちらの方に入社するということになった場合には、これから、覚えますと。
必要なそのパンコネキを販売していく上で必要な知識もろもろは全て覚え切りますので、今はゼロですけれども、そのあたりは安心してくださいって言いましたからね。私覚えるつもり満々でしたからね。そこからですかね、パン、ほぼほぼパンオタクの道になっていったのは営業部の部長なんですよ。だけれども、その商品と、まあ、パンコネキってことはパンのことわからないとですね、ダメじゃないですか。だから、まあ、事業部長として採用されてスターティングメンバーということでやった時に、おそらくスタート当初パンの知識を一番知らなさすぎたのは私だったと思います。下についた部下の男子が、マクドナルドの店長だったりとか、それこそ自然食品店の小売りの方の部門やってた店長だったりしてたので、2人ともまだ食品に触れている職業だったんですけど、私旅行、ブライダル、建築って感じで全然食品に触れない業界で生きてきた人だったんで、自宅での食っていうのもまあもちろんありますけど、そんなパンを作る生活なんかしたことがなかったんで、それこそね、大麦小麦じゃないけれども、強力粉、中力薄力の違いとかもいまいち分かってなかったですからね、当時恥ずかしい話しますけどね。で、主にパン作りに向いているのは強力だということで、まあ、もちろん準強力っていうのがフランスパンにとか、薄力も混ぜないことはない、パンによってはっていうのは知ってますよ。今は知ってますけど、当時は知らなかったです。その状態でも会社に入っているし、会社でそれを売っていこうって決めてるわけなんですよね。ですから、そこからの勉強は多分人の3倍から5倍やってます。製パン理論も含めて。で、まあ、ラッキーなのかアンラッキーなのか、私がその会社に入った後ですね、そのパンコネキを作ったその設計の人っていうのが、まあ、大地修造さんっていう方なんですけれどもね、その方っていうのがもともとエンジニアだった人なんですよ。で、ご自身の体を壊したのをきっかけにパン食に切り替えることをお医者さんから、まあ、どの状態がそれを切り替えたらいいのかわからないんですけどね、ですごく口どけのいい食パンを毎朝昼晩3食っていう食べたいというのを奥さんに言ったら、いやそんなの作るの大変すぎるからっていうことで、なぜ作れないのかって話をしたら、こねるのが大変っていう話からパンコネキの設計して、それで奥さんが楽になるようにって言って作っちゃったのがパニーダーっていう、その会社が扱う前のもっと大きいニーダーをおうちニーダーっていうんですけどね、それを作った人なんです。だからですね、科学者なのでものすごいパン作りが緻密で精密でですね、なんていうんですかね、もう天秤で測るんですよ、イーストとかで、ビーカーとかにイースト入れてですね、イーストの膜傷つけちゃいけないからって言って、下の方にこう攪拌機みたいなので、その電動の揺らぎでこう水で溶かしていくと、いや棒でかき回していいでしょうとか思いながらやってたんですけどね。で、パンは、まあ、今でもその感覚は私にもあるんですけど、同じ状態をデータによって再現できなくてはいけないっていうのを持論で持ってる方だったんで、すっごいパン作り一個一個ですね、データ取るんですよ。こう表があって、おうちパン作りみたいな形で、1回目の子ね、2回目の子ね、ベンチタイムなんとかとかって言ってね、その工程を書いて、その時の気温とか温度とか、まるでそばだよねって今思うとそばなんですけど、書いて湿度書いて、それによって生地温とか水温とかも全部書いてって、生地の温度がその状態で回すと何度になるかっていうのをいちいちですねやって、データを取ってっていう、そのデータを、まあ、提出したりとか、大地先生に習う時にですね提出して、とにかく食パンへのこだわりがすごい人だったんで、そのために工房みたいなものもね開発しちゃった人なんですよ。工房っていうか、工房はイーストでやるんですけれども、フェルミパンだったかな、確か大地先生が好きなのは、イーストでやるんですけれどもね、サラっていうサッカロミセスラクトバジルスっていうものを一緒にした乳酸菌の白い粉、これをですね開発しちゃってですね、まあ、それを入れるとすごい生地緩くはなるんですけれども、日持ちがする、熟成がかかりやすくって、口どけのいいパンを作ることが
できるんですよ。そう、それをさらにライ麦で発酵かけて作ってるのが NSP って呼ばれるもので、あのまあ元種っていうか種みたいな形で入れるんですけれども、そちらを入れるとまあ、あのちょっとライ麦なんでね、少し香りがまあもうちょっとなんていうのかな、全粒粉みたいなパンみたいな感じになっていくんですけどもね。 NSP って何ですかって、まあサラは分かったんですよ。サッカラミセスとラクトバジルスが入っているからって言うと、ああはいはいとか思って、で NSP が何ですかって言ったら、確かね大津先生がね、ニューでスペシャルなパンとか思ってびっくりしましたよ。 NSP それみたいな、本当のあれ忘れちゃったとかなんか言ってましたけどね。はい、まあ、それぐらいこうマニアックな方から習うのが私のパン作りのスタートだったんです。だからパンって苦しいっていうのがね、私の第一印象だったんですよ。いやで、まあ、ある意味面白いし、なんだろう、データが例えば何度が上がると発酵時間がこれぐらい減っていくとかですね、全部データでやるので、まあ、あのベーカーズパーセントっていうのも当然扱うんですけれども、将来的にですね、私が自分が例えば作りたい味っていうのを思い浮かべるとするじゃないですか、頭の中で。そうするとその味の配合っていうのをパーセンテージ自分で決めていくんですね。こういう感じにしたいから、じゃあ塩は 1.4 だけど、じゃあ今回は 1.6 にしとこうかとかいう感じです。砂糖が通常ベース 6% とか 8% が多いんですけれども、こちらの生地の場合は 10% にしとこうかとか、そのベーカーズパーセンテージで出来上がりの味を想像しながらレシピを組むっていうことを普通にやることができるようになってたのも、おそらくその出だしの大津先生のパン作りのせいだったと思うんですよね。おそらくあの体験は多分ニーダーに入ってないとできないし、一元さんは入れない教室だったんで、リピーターの人しかダメだった教室だと、その大津先生の理論を証明するのに作りやすいオーブンを大津先生開発した方なんで、おうちオーブンが家の教室に10台ぐらいありましたかね。当時で1台100万って言ってましたから、今でも100万って高い方だと思うんですけど、それを持ってる生徒さんが30人ぐらいいるっていうのにも驚きましたけどね。そういうのを頑張って作る人たちが多いんだみたいな。シンプルなパンが多かったです、本当に。口どけのいいとか、もちろんバゲット、フランスパン。ただですね、製パン理論のそれが難しすぎて厳しすぎて、まあ多分世の中にはなかなか会いにくいよなっていうような内容。まあ確かにね、美味しいんですけれどもね。でそんなところ10回ぐらい通ってやっている最中に、まあ、営業活動も含めて、パンの先生のところとかにパンニーダーを進めに行かなくてはいけないの でそれをまあお伝えするために教室の予約を取り、まあ、体験会とかなんですけどね。でその教室がどういうパン作りをしてるかっていうのもニーダーが入る余地があるのかないのかとか、そういうデータを取るためもありましてですね、入社3ヶ月はパン教室結構回りましたね。まあ、会社のお金でですけどね、だいたい 4、50件回りましたかね、3ヶ月で。1日に2つの教室回ってる時もありましたし、それによって自宅教室っていうのはどういうふうにしてパン教室をやっているのか、まあ私自身も手ごねの教室がほとんどでしたので、体験をやりながら手ごねを覚えていく。で、工場が併設されていましたので、その工場のメンバーが全員が教室を通えているわけじゃないので、先生たちはこういうやり方で教室で教えてるから、きっとニーダーもこういう機能があった方がいいと思うとか、そういう開発の部分とか作り方ですね、それもその大内先生以外の作り方、要は一般エンドユーザーも含めてなんですけど、教室の先生はさらにその一歩先を行ってるっていうような状態でやられている先生たちに指示をしてもらって広げてもらうっていう販路もありだよねって思ったんで、その時にすっごいパン覚えたんですよ私。あと先生がどういう運営をしてるかっていう、まあ、マーケティング的な部分も含めてですね、その頃はコンサルじゃないのでパン作りに、まあ、特化したお話を、まあ、やっていくわけなんですけれども、だから手ごねもできるんですけど、私はニーダーなんで、ニーダーをね使ってっていうことだったんで、私が教室をやった時には全部ニーダーにしているんですね。再現性が高いからです。
コネが入るとコネのところで再現性が狂ってくる場合があるので、そういった意味ではニーダで、やっていくっていうのは非常にいいことだよなと思いながら言ってたんですね。ですからかなりのね、レシピもそうだし、酵母もそうだし、いろんな酵母メーカーの会社に行けば、実際に酵母をどういうふうにして考えて作っていってるのかっていう、もっと会社側の方のお話とかは聞くことができていたし、それは私が実際に教室を起こした時に生徒さんとかに伝えてあげられる知識の一個にはなったんですけれども、会社の、お金とはいえですね、それだけのたくさんの教室リアルに集中的に行くことができたっていうのはありがたい経験だったかなっていうふうに思ってるんですね。その後、仲良くなった先生とかとは個人的に自分で自腹で払って通い続けてたんで、だいたい4教室か5教室ぐらいは並行して毎月通ってましたね。そうするとだいたい自分で自腹で切って持ち出しは3万円ぐらいでしたから、6000円とかで、そうですね、5教室か6教室ぐらいをレギュラーでその後も通い続けてました。でそれ以外になんか気になる教室とかがあれば自分でお金払って、市場調査も兼ねてですね、習いに行って聞きに行ってっていう、そういうことをねやってて、結果どれぐらい、6年間いる間に多分教室数的には150ぐらい回っていて、延べだったらもっと回ってますね。だから何て言うのかな、どこかの例えば学校を出てそこの製菓製パンの理論を学んでっていうようなスタイルで私はパンを学んだんじゃなくて、大内先生はちょっと特殊でしたけれども、その先生方が実際にリアルに運営している中のパン作りからパンを習っていってるので、この先生はこういうことを言う、この先生はこういうことを言うっていう、その差とかも分かっていたし、どっちが正しいとか間違ってるとかじゃなくてですね、その求めるべき自分が目指すパンの道とか、あとそれを喜んで来てくれる生徒さんとの兼ね合いでバランスを作ってるんだなっていうのも分かったんですよ。だから私がパン教室を立ち上げた時っていうのは、自分のパンの経験値っていうのは会社でのパン作りっていうと楽しいとかそういうレベルじゃないですからね。実験 粉を変えたらとか水温を変えたら、こね時間を変えたらとかっていうので、食パンの山が山のように出来上がってきましたからね そういうなんかほぼフードファイトならぬ、なんでパンコネファイトですかに近い状態でパン作りを営業ですけどね、やってましたのでね、ちょっとパンが好きでしたって言って、教室 ABC とか例えば習いに行きました、でその後ディプロマ取ったんで教室やりますっていうよりは、はるかに泥臭く、もう千本ノック的な感じでですね、パン作ってたし粉触ってたし、すごかったですよ、あの時代は。でも営業職なんですけどね、そうなんです。だからそこもね、オタクな感じですよね。でさらにそれにプラスして、特に企業さんとか行く時には、例えば酵母メーカーに行くとすると、その酵母のことを調べるのは当然なんですけれども、ホームページも全部隅から隅まで読むのは当然なんですけど、それプラスあと実際に作ってその酵母の特徴を自分で把握した上で提案してたんで、作るっていう作業も絶対にやってたんですよ。だから訪問しようとする企業ごとにですよ その説明書、取説とか読みながらで、こういうふうに作ってみてこうだったっていうのも言うと、向こうも真剣に話聞いてくれるじゃないですか。だから営業職で帰ってきてフルタイムで働いてたんで、大体10時とか11時とかぐらいに帰ってきて、そこからパン作りですよ。次に行く会社のためのパン作り、大体ね、11時から2時とかじゃないですか。3時間で出来上がる場合はですよ。出来上がれば2時半とかじゃないですか。そうすると、寝落ちという残念なことがありましてですね、
食パンとかで仮に作るじゃないですか。食パンとか仮に作るとですね、その2回目ちゃんと焼き切る時の焼き切った時、オーブンから出さないとですね、もうね、粗熱取ってうんぬんっていう話の以前の問題でカチコチになっちゃいますよ。そのまま放置ですからね、そのオーブンの中で。そうやって寝落ちして死んじゃったパンが何個かありますけどね。そういうのもやりながらずっとパン作りしながら営業職をしながらっていうふうにして現場で覚えてたっていうのが私のパン作りです。だから柔軟性と応用性もあるし、人によってやり方が違うっていうのも知っていたし、おうちにせんとこには天秤で測ってやるとかっていうのもあったけど、先生によってはすり切りのスプーンでそのままピッてやってやっちゃう方とかもいて、あ、大雑把でもパンってできるんだみたいな そういうのとか、厳密なパン作りからスタートしちゃったんで、要はそういう形だったとしてもそれを求める人がいればそれでいいわけで。成形が得意で成形のバリエーションをたくさん持ってる先生もいれば、製パン理論を語ることによってその話を聞きに来るのを楽しむ人たちが、それぞれに本当に教室についてる先生が、先生じゃないや、お客様がですね、全然層が違うっていうのもあちこちの教室を回って、実感したことですね。この足で得た財産っていうのは、本当に今私の根幹になっている、基盤になっている一番大きなところですね。で、集客的にも、相談されるようになると、皆さんが課題を持っていることも大体共通していることで見えるようになってきたので、で、それを解決してくれる、相談できる人が欲しいって言われた時に、私がなろうっていうふうに決めて、それでいきなりコンサルは信じてもらえないだろうから、まずは自分でパン教室作ってみようと。コンサルってやりたい人が作るパン教室です。それはとはいえ、教えてましたんでね、ニーダーだった時とかも、パンニーダーの使い方を教えるっていう体でパン作りも教えてましたので、資材屋さんっていうか材料屋さんとかで募集かけてもらって、カタログハウスとかも私のさんとかも担当でしたので、そちらの方のショールームとかでもデモンストレーションしたり、こね方見したりとかっていうのもやってましたんで、懐かしいですね、そんな話とか思い出すと。だからもう本当に愚直にですね、もうその時できることは精一杯やって、いつも私大概そういう人生なんですけど、だから人がやってないこと、ゼロのことでもものすごい短時間ですごい吸収していくんですよ。だから、ゼロから入社してますけど、6ヶ月後ぐらいでは多分いろんな先生とか、ね、いらっしゃいます。主婦からなった先生とかもいらっしゃいますけれども、その先生たちがおそらく作ってきたパンの量であろうぐらいの量は、もうクリアするぐらいいっぱい作ってる しかもいろんな知識と情報と実験によりっていう感じですよね。だからその時ですね、パンも確かに美味しいなと思ったのもあって、試食タイムが絶対にあるんで、ちゃんと1個食べてたらやっぱり3キロぐらい太っちゃったんで、いや、これは食べ続けると良くないなと思って、ある時からもう本当に一口味だけ確認したら持ち帰って会社に分けるとか、そういう生活に変わったんで、それでやってましたけどね。ですから、パン作りをやったことがないけど、パンをこねる機械の会社に入社をし、そこからパンを覚えて、そして、パン教室を立ち上げてるっていうのが私のパンの経歴なんですよね。だからこれももしかしたら合点系なのかもしれませんけどね。で、結局パンの方でも、どういうパン教室が求められるかっていうのが、およそデータで回ってる時に分かっていたので、基本的には他にはない教室でっていうことで、成形にこだわろうか、ニーダーを使うしっていう、ちょっとかなりこう特徴が強いパン教室、あと、工房を扱うっていうことでマニアの方をもともと集める予定だったので、その人たちが喜ぶような話ができる知識とネタがあるっていうことですね。で、私がその
リーダーだった時に回ってた教室の先生とかで、まあ尊敬してる方とかたくさんいらっしゃるんですけれども、その方の中でレシピを見ただけで、パンの味が分かるっていうふうに言った方がいらっしゃって、当時私パンを習い始めた頃だったんで、それはないでしょうって思ったんですけど、実際に自分がやり始めて3年目ぐらいかな、それができるようになりました。レシピ見て大体こういうパンの味かなってて、本当に食べると大体それ合ってます。だから逆もできたっていうことなんですよ。まあエアパン作りじゃないですけど、頭の中で最初にこういうパンにしたいっていう味まで思って、レシピをパーセンテージ決めて、でそれを実際に作って試食する時に頭で思い描いた味になってるかどうかを答え合わせをするっていうパン作りをしてましたので、その話をパンを作ったことがない人とお話しした時にえらい不思議がられましたけどね、超人並みな感じで。でもなんとなくその感覚は分かります。だから表面上マーケティング的にどういう教室を作ったかっていうお話は非常によくしているんですけれども、その実を支える技術の部分とかっていうのは、そのたくさんの教室の、まあ、複合の知識ですね、それをベースにして、自分の教室を作っているっていう感じだったので。真似をするとかじゃないんですよ。自分で唯一のものを作るので、当然全部自分で起こしてやっていて、ただその知識の端端端端とかいうので知っているものとかが混ざってきてお話をするようなケースとかもありましたし、特に会社とかメーカーとのお付き合いとかでは、普通の人では知り得ない話とか裏話、業界事情とかですね、そういうのもお話しすることができたっていうのは非常に大きなイニシアチブだったかなっていうふうには思っています。ですので、パンなんですけれどもね、私のパンは大内先生の流れから入ってるので、パンは科学だって大内先生言うんですけどね、そういう感じです。だから癒しとか楽しい、触ってるだけで嬉しい、ふわふわ、癒し効果があるのは分かってるんですけどね、それよりももうちょっとオタクな感じですね、私のパン作りは。はい、なんでそういうのが好きな人とは多分相性があるみたいな感じですけど、楽しくこんなパンができたらいいよねっていうようなパンが好きな人とはあまり相性が合わない。だから実際に私のとこ聞いた方はやっぱマニアックな方多かったですけどね。はい、先生も多かったですし、そんな感じでやっていたのが、私の経歴としてのパン作りなんです。で、まあパンの話はもちろんするんですけれども、まあ情熱が今日はテーマだっていうことをお話ししました。その情熱っていうのは、なんていうのかな、何かこう道を極める時っていうのはやはり情熱がどうしても必要で、その情熱っていうものを、自分が体感したものを感動としてその先のクライアントさんに伝えていくっていう、そのあたりがやっぱり商売の基本なんじゃないかなと思っていて、こう儲けたいからとかっていうところからスタートする商売はやっぱりなかなか難しいですよね。なので、情熱を伝える中でそれに対価をつけて正当な対価をいただくっていうことはしたらいいと思うんですけれどもね。情熱だけでもダメですしね、マネタイズしないと長続きしませんから。だからそのバランスをとっていくっていうのが、まあ、教室上は大事ですし、今後の教室業っていうのは、そういった何て言うんですかね、技術だけを教えるものじゃなくて、先生のねパーソナリティ、この辺りも非常に高評価される時代に移ってきているので、そこを一つ考えていっていただきながらやっていただきたいな。あと探究ですね、技術探究とか中身探究、まあ、生徒さんのためにも含めてなんですけど、そういうことをやっていく場合に、私も教室立ち上げた後もずっとすごい量の勉強をしてます。さらにですね、リーダーだった時も勉強します。だから都合10年ぐらいパンやってることになりますね。都合ね、
で、結局教室とかも22がレギュラーで、月平均24から26日稼働してましたから、ものすごい量のパン作ってます。今自分で考えてもあれですけどね。ですから、ある一定の時期、どこかで情熱をすごい傾けなきゃいけないような時期とかもあるかもしれないので、そんな時にはですね、こんな私のお話を思い出してみて、精一杯の自分の好きなことに没頭するっていう時期があってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひご参考にしてみてください。今日は番外編ですね。オタクなパン作り4秒話でした。はい、それでは。